試合に先立ちまして両チームそしてレフリーに、ミス洞爺湖ミス湖のお嬢さん方から、花束が今贈られました。日本テレビから行われます。本日の名人と60分3本勝負タッグマッチを行います。青コーナー260番の、さて山田さん推薦のカードですけど、まず見たいカードは、そうですね、これはね、やはり私個人の好みかもしれませんが、クルーザーブロディとアブドロダブッチャーの対決、これはもうアメリカのマットではやったことはあるん、あまり聞いたことない。そうすると文字通り日本のマットで対決ということになります。そうですね、とにかく今あのブルーザーブロディっていうのはですね、はい、勢いに乗ってるんですよ。そのねブロディのあのラフファイトってですね、ブッチャーのラフファイトが正面衝突したら一体どういうことになるか、これはやっぱり私としてはもう今から胸がワクワクしますね。これは本当に見たいですね、はい、リング上外人チーム非常に動きが活発になってまいりました。チンロックに取っておりますキラーカールコックス、いわゆる複合技です。ジャンボ鶴田の背骨のあたりに右の膝を当てております。全くジャンボ鶴田が動けなくなってしまいました。その次に見たいカードは何ですか。そうですね、やはりあの技術的な、ね、ものとしてこの、まあ、私見たいなと思うのはジャック・ブリスコ対、ディック・スレーター、あるいはブリスコ対ブルーザ・ブローディ、こういったカードも非常に面白いですね。そうですね、それと、まあ特にカードということではないんですが、キラー・ブルックスもなかなか味のある選手ですよね。この人が絡んできても面白いカードになりますね。デトロイト地区の世界最強タッグトーナメントに出場したザ・シークと組んで出場したのがキラー・ブルックスでしたね。そうですね、海外特別放送でご覧いただきました。そういう特色のある選手、 NWA の大きなマーケット7地区からその地区の最強のレスラーがやってまいります。しかしリング上山田さん、ジャイアント馬場選手の出場がなかなかないですね。そうですね、満を持しておりました、世界のジャイアント馬場がトップロープに乗っかってまいりました。今のところねジャイアント馬場になかなか鶴田を渡さないんです、ね、渡さないんです、鶴田君がねこのマードックとねコックスに捕まって翻弄されてるという形ですね。非常に今のところ連携の悪いインターナショナルタグ選手権者チームであります。まだジャンボ鶴田一人の戦いになっておりまして、これはもうタッグマッチというような感じはいたしません。まあ、今の形で、ね、いきますと1対2のハンディキャップマッチですよね。そうですね、はい、相当ダメージを受けておりますジャンボ鶴田、なかなか攻勢に出ることができません、はい、いくら若くてねスタミナがあると言ってもこういう形で大型に選手に集中砲火を浴びるとね、はい、鶴田君のスタミナというのは落ちますよ。そうですね、なかなかジャイアント馬場へのつなぎがありませんので、いわゆるジャイアント馬場選手の仕上がり具合を見ることができません。大きなモーションからパイルドライバーに行きました。ディック・マードックちょっと疲れている鶴田必死で返しました。ここはもう何が何でもジャイアント馬場に渡さなくてはいけません。キラー・カールコックスの左の膝が待っておりました。ディック・マードックが先に回ります。ディック・マードックが先に回ります。さあ互い締めにされましたジャンボ鶴田、相当ダメージが深くなってまいります。全く攻撃に転じることができません。そしてキラー・カールコックス、おっとジャンボ鶴田が返します。ここでやっとタッチのチャンスが訪れましたが、しつこい攻撃、キラー・カールコックス身を挺しまして、ジャンボ鶴田はまたしてもライジンコーナーに引き戻そうとしています。すかさずディック・マードックが入ります。素晴らしい2人の連携プレー、さすがにベテランですね。はい、2人のね技のかけ方を見てますとね、この自軍コーナーへ自軍コーナーへという巻き込み技ですね、もう方向を変えるのは実にうまいですね。そうですね、ネックブリーカードロックはディック・マードック、またまたダメージが大きくなってまいりました鶴田。ここは何が何でもジャイアント馬場に渡したいところで、今ジャイアント馬場が今一声かけました。自分のコーナーへ持ってこいというような表情ジェスチャーを見せております。本体ジャイアント馬場です。それとマードックとですねコックスの場合、本当にまばたき一つでサインを送り合ってますね。以心伝心というような古い言葉がありますけれども、まさに好連携、非常に息が合ってますね。なかなかジャイアント馬場へのつなぎが見られませんので、もう一度第9回のチャンピオンカーニバルの話題に戻したいと思いますが、山田さん、なんといってもいろいろと特色のありますチャンピオンカーニバルですが、特に今年フロリダ地区から元 NWA、チャンピオンのジャック・ブリスコーですね、元 NWA 会長のエディ・グラハムが久しぶりで全日本プロレスのマットに送ってきたという事実、これは重要じゃないですか。そうですね、やっぱりブリスコというのは大変に、はい、ちょっと待ってください。ディック・マードックのブレンバスター後ろに回った、鶴田が必死で後ろに回った、さあっと
このタイミング、うまいタイミングであります。ディック・マードック。さあ、ジャンボ鶴田が非常に動きが出てまいりました。16本カウンターに当たった。ジャンピングリーバット。ジャンボ鶴田、そのまま1本目、覆いかぶさったカウント3。起死回生であります。起死回生のポイントになりました、カウント3。やっと土壇場で2人の連携が見られました。やっぱりね、そうですね、非常に動きが出てまいりました。先ほどジャイアント馬場選手にイヤーズチョップを打たれておりますが、今のところ耳は押さえておりません。後遺症はどうやら消えたようであります。2本目の勝負、マドックもね、はい、しっとりと汗が出てくるぐらいになってくると調子が上がってきますね、はい、おっと今度はオクラホマスタンピートに行きそうだ。オクラホマスタンピートでジャンボツルタを叩きつけます。そのまま覆いかぶさりました巨体ディック・マードック、やっぱりあの一つの技がスケールが大きいですね。そうですね、あの形からはいわゆるショルダーバスターも持っていきますからね、はい、どちらでも行きます、はい、おっと早いですね。そして今度はキラー・カールコックス元祖ブレンバスターの体勢に入っておりますが、これは食いません。鶴田も相手の18番をよく知っております。鶴田でやります。今度は拳打ちキラー・カールコックス。今までの動きから見て来週の PWF のチャレンジャーなんですけれども、コックスの出来上がりどうでしょうか。まだちょっとわからないんですよね。あの決して調子は悪くないですね。ジャンボ鶴田が場外であります。悠然と立っております。リング上のキラー・カールコックス、この今見せてるね、このエルボーバット、これは怖いですよ。怖いですか、はい、ね、当然ジャイアント馬場警戒してるでしょうね。そうですね、はい、ただあの馬場選手の方が背が高いから、あの首筋にはなかなか食わないかもしれませんけどね。なるほど。キラー・カールコックスがジャンボ鶴田をロープに放り投げました。今のような形ですかね。です、いい角度で入ってますね。そうなんです、非常に力強い攻撃。もう一回ディック・マードックロープの反動にしてエルボーバットを落としました。やはりあのコックスの場合ね、はい、ブレンバスターということであまりにも有名になっているから、はい、それに気を取られてしまうんですけれども、他の小技を用心した方がいいですね。なるほどね、外人チーム両者ともにエルボーバットの連発。そして今度はディック・マードックのブレンバスター垂直にここで落とします。強烈に決まるか、ジャンボ鶴田返すか返すか、返せません。カウント3、ディック・マードックのブレンバスターであります。いや豪快ですね。そうですね、しかもあのしっかりと片エビにフォローという人はね、一本取られるとね、何が何でもお返しというね、ファイターですからね、非常にあのバイタリティもあるし闘志満々ですね。勝負の方はいよいよ3本目を迎えます。どうやら3本目のあたりからいわゆるこのキラー・カールコックスとジェイアント馬場の前哨戦が見られそうであります。しかし最初のではディック・マードック、日本チームはジャンボ鶴田です。まだジャンボ鶴田が頭の後頭部のあたりを抑え込んでいます。まあ凄まじいブレンバスターでした。ブレンバスターを食いますとね、どうしても瞬間的に脳震盪という形になりますんでね。ただ戦いにはさほど障害がないみたいですね。ああそうですね。それから先ほど山さんのお話中途半端になってしまいましたけれども、フロリダ地区からこの久しぶりで全日本プロレスのマットに登場するジャック・ブリスコの存在、はい、お話願いますか。これはやはりね、今度のチャンピオンカーニバルの中にあって一ついぶし銀のようにピカッと光ってるですね、存在になると思います。なるほどね。まあとにかくフロリダ地区とのですね交流ということが多少途切れてた、そこへそのエディ・グラハムが自分の虎の子を送ってこんきたと、これは大きいですね。なるほどね。しかもあのジャック・ブリスコという人は日本のバット界、特に全日本プロレスの二大エースでありますジャイアント馬場とはあの NWA のチャンピオン交代をめぐっての因縁がありましたし、しかもあのジャンボ鶴田の UN 選手権、これは争った時にアメリカ代表としてやってきた初代の日米対決がありますね、はい、大変にあのこう曰く因縁があるし、まあ、あのファンもよくご承知の選手ですね、はい、それだけに今回 の, そのチャンピオンカーニバルに選ばれてやってくる、これはいろいろな意味での話題ですね。さあリング上は BWF のヘビー級選手権の前哨戦でありますジェイアント馬場の16本がキラーカールコックスの顎の先端を見事に捉えています。これは重要な極意になりますでしょう。ジェイアント馬場 BWF のヘビー級の選手権試合は来週千葉公園体育館からお伝えしてまいります。どうもカールコックスから今度はディック・マードックに変わりました。コックスがね、馬場選手との対戦をこう意識的に避けてるような感じですね。そうですね、あんまり手の内を見せたくないんでしょうか。今度はディック・マードックからそのチャレンジャーキラー・カールコックスにつながりました。これは怖い、飛び上がってエルボードロップ、
顎の先端に命中しています。一つ一つの技が山田さん実に深くて切れ味鋭いですね。2人がかりツープラトンツープラトンダブルアトミックドロップ。さあこのジャイアントババも強者実力者ツープラトン攻撃によりましてちょっとダウン気味。そしてキラーカールコックスがトランクスの中に右手を入れて思い切って拳を打った。何か手のひらの中に入っている模様だ。さあそのまま追いかぶせてカウントスリー。キラーカールコックスがジャイアントババを仕留めました。あのねジェスチャーだけでね全く狂気という存在は見られなかったですけど ね何か入っていたんですね、はいはい、しかし黒いトランクスの中に右手をこう突っ込んだ瞬間は見られましたね、はい、そして今おっと何やら狂気みたいなものを今度はニック・マードックのトランクスの中にちょっとこう押し込んだようなジェスチャーを見せました。そうですね、カメラが捉えています。あの顎を打ったんですね。あそうですね、何かその手のひらの中に収まるような硬いものをあるいはトランクスの中に秘めていたのかもしれませんね。これはやっぱり馬場選手に聞いてみなきゃわからないですね、どの程度の痛さだったのか。いよいよ来週は千葉公園体育館で PWF のヘビー級の選手権試合があるんですけれども、こうなりますとキラーカールコックスは王者ジャイアント馬場からピンフォールを取っているだけに、チャンピオンシップ、 We want a championship tag team belt. We just we may take them all easy. We may take them all, Mr. Interpreter.Take them all before we leave here. Everything. United belt, single, tag team, everything. Right.